こんばんは。今日も一日長かった。マジで長かった。あ、明日は久しぶりのジップです。ジップ、こんばんは。こんばんは。え、久しぶりで緊張するかな。勝ってほしい。勝つんじゃない、これ最後じゃない。うわっ、最後の攻撃疲労感すごい。ほんま、もうなんか蓄積、え、やばい。でも明日東京公演ですよね。ジップやって東京公演して頑張ります。きっと一瞬で終わってしまう。全部を忘れんように頑張ろう。だってもうこういうのって見に来てくれる人はもしかしたら、これが何があるか分からんけどさ、もしかしたらこれは最後の公演になるかもしれんし、もうこれを見て次 STU 来るか決まるだろうし、カップ強いし電話配信も強いし、昨日やってマジックが消えた阪神。こんばんは。昨日マジック消えたね。恋方なるかな、頑張れ。東京来るよ、明日行くよ。こんばんは。久しぶりのココア。こんばんや、こんばんは。いっぱい汗かいた後。ピリヤマ神社飲めるの明日まで。ってことは8月も明日までか。ジップ久しぶりなんよ。そうなんよ、マジで楽しみ。こんばんは。8月病だったよ。夏休みの宿題、いやないき、宿題やる年齢じゃないけ。8月も明日まで。こんばんは。わお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 。早起きが習慣だった。ほんま1ヶ月ぶりぐらいかな。え、1ヶ月も経ってないの。8月はほとんどお盆休みだった。今日の方が忙しかった。財政同じ？ん？真似したな。スイッチも出たし、朝の番組にもと関東、カンテレの、違う、カ
関係じゃない、東海テレビの、あにゃ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 、明日も元気に頑張るぞ。明日はジップ休暇やさき、ドキドキする。え、いや大丈夫よ、昨日もお笑いさんが言ってたじゃん、やさきに任せた、今後どうしていきます、栗林がどうので、待って待って、今ノーアウト、ん、ワンアウト、ん、ノーアウト一連二塁じゃん、ん、待って、スコアがクリアになっとる、なんで、おかしい、なんかさ顔がさ、ここが赤くてさ、なんでかぶれとる、かぶれたみたいになっとる、ここなんで、このほっぺのかぶれとる、こんばんは、赤くなっとる、え、マスク、化粧じゃないよ、こんばんは、ほら、なんかここだけさ、ほっぺ赤く、いや、ほっぺ赤いの良くないよ、だってここ、だってなんか、あの、変な赤さやん、あの、顔がほてっとるじゃなくて、なんかそうな、いや、日焼け？こっちだけ？あ、でも確かに今日新幹線でね、始発で帰ってきてたんやけど、日が昇っ、左からね、日に当たっとる感じだった。いやー、明日はカメコタイムがあるけね、いや、飲んでない、全く持って飲んでない、飲めれんけん、まだです、両耳の上に葉っぱ、いや、葉っぱじゃない、こうするとこう踊っても髪が前に来なくていいんですよ。 A 席、 A 席だったよ、 A 席、 C 席が最近は好き、あの、腰が痛くて毎日新幹線乗ってるから、今週7、8回ぐらい乗ったんですけど、あ、片、あの、あれでね、行ったり来たり、行ったり来たり、名古屋行ったり来たりで、宿泊やってたら、昨日も東京に行ってて、そしたら、あの、腰が痛くなるけ、C 席でちょっと立ち歩くぐらいが、立ち歩けるぐらいがちょうどいいんですよ。カープチャンス、え、めっちゃ乗ってる感じする、乗ってる時ね、七並びできんのよ、電波が消えるけ、大事ね、今もう汗かいとるけさ、あんまり座りたくなくてさ、うん、柔らかいクッションとか、腰腰、ほら赤い、ここがね、ほんまにかぶれとる、わかる、これなの、ほら、この上だけ、名前は電波悪いちゃん、ラベルは剥がしてなかったね、日焼け、いた、冷たー、水滴、冷たー、いやー冷た、もう冷た、マジで、東京と広島飛行機、
行機怖くてさ、なんかもう一人じゃ乗れんか、手にもいっぱいついてる水滴が冷た。この前さ、あの乗ったんですよ。台風でさ、新幹線が止まってしもうた時に、あのあれよ、何？止まってしもうた時にやっとった時、飛行機に乗ったらさ、ちょっとなんかビュンって行く感じが怖くて、アンナの手、アンナの腕を握って握りしめて、で、あのそしたらでも飛び立つまでに結構思ったよりも時間があって、あの5分ぐらいずっと握ってたんですよ。どのタイミングで飛んでいくかわからんけさ、そんで、でいざ飛び立つってなった時に横見たらアンナがめっちゃ爆睡しとった。え、待って待って、さっきまでアンナちょっと怖いの共感してくれとったのに。こんばんは。さ、エアーポケット、何それ、何それ、エアーポケットって何。寝れました。いや面白いよねこの話、私も結構おもろい。ちょっと自分がなんかおバカみたいだったらちょっと、他は意外と怖がりさんです。いやそんなことないけ、大丈夫じゃけ。何が怖がり？あ、乗り慣れれるとね。あ、いよいよ渋谷よ明日は。飛行機最初は怖いけど、飛行機の方が安全なんよ。安全というか事故率が低いから。コカに怖いものないよ。怖いものは自分自身。待って、これ中二病とかじゃなくて、今ねマイカーラインで流行っとるんよ、名言を作っていきましょうっていう。名言作っていこう月間。こんばんは。若干名言っぽい。いやビビリじゃないけ、ビビリのコカじゃないけ。うん、明日渋谷。そうよ、恐れるのは自分だけ。その月間があるのが中二病というふうじゃ。いや待って、そんなことないけ。コカワです。名言。いや名言ちゃう、違う。こんばんは。あらあら皆さん、名言って何なんじゃろうね、名言。こんばんは。今何時みんな、私分かんない時間が、何時ないの。9時17分ドーベシ頼む、ホームランドーベシ。あ、もうそんな時間。待って、信じられん、さっきまで朝の9時だった。いつの間にこんな時間。
抑えられとるじゃん。もう2アウトになった。どんな時間感覚。え、さっきまで朝だったじゃん。ちょっと今日明日も寝坊せんようにしよう。怖いけ、一応アラームかけとこう。それは持ってる、ちょっと持ったね。ちょっと持ってもうた。さっきまで朝だったのは相当持ってしまった。こんばんは。でもね、さっきまで朝だったのにね、めっちゃ遅かった。今日時間すぎるの。ジップにコカおらんの寂しい。明日久しぶりに出るよ。ということで明日は3時半に起きます。かわいい。頑張る。生放送ですよ。ジップ出てから東京に行っちゃうよ。ジップからの公演はただでさえね。野球部の練習レベルに、あ、それは嘘だな。野球部の練習レベルの方がきついけな。何も言えないな。朝練並みに。こんばんは。腰が痛い。なんか16時間だけ違う。4日間、毎日乗ったりしかし、で明日も乗るけ。あ、腰が痛い。腰が痛いってどういう感覚なんじゃろうってさ、あのおじちゃんおばちゃんがさ、あー腰が痛い、腰痛い痛い痛いってこうさ言っとるのもさ、子供の頃って、え、腰が痛いってどういうことみたいな思うとだよ。腰が痛いってどういう感覚って。ちげさ、子供の頃ってさ、そんなないじゃん。腰の痛さとかこの肩のこりとかさ、あの青字が、あ、こう打撲で、こう打撲で痛いとかさ、あの膝ですりむいて痛いとかのすり、わかるけどさ、見えない部分、腰が急に痛くなるおばあちゃんとかおじいちゃんとか、どういうことなんて思っとったんよ。青字とかジーンとくる。こんばんは。まだ10代なんだけど、今は分かった。大人になると分かるん、これ、この腰の痛さ。青字って言わんの、なんて言うん。お、2アウト満塁。
カープまたもやチャンスでございます。青あざっていうの分からん。ちょっとあの湯船に使ってみようかな。いつの間に10代になったんですね。いやもう10代ももうゴール地点だわ。もうすぐ全然10代もすぐよ。もうほんまやね。圧圧が決めてくれるでしょうか。仕事中にぎっくり腰になってから腰には気を使ってます。あーキングレコードのスタッフさんもさマジぎっくり腰になってさめっちゃ元気な人だったんよ。でも急に腰が痛い痛い痛い。あ全然元気な人が今も元気ですけど痛い痛い。いやお風呂配信ないっけ。こんなヘアピンこれマリオのファイヤーフラワーみたいな。ファイヤーフラワーなんか知らんけど、あれの名前がフラワーファイヤーか知らんけど、あれが花なんか知らんけど、ファイヤーリーフ葉っぱみたいな、こんな感じです。これをつけてレッスン1日やるとメンバーにさこれをさかわいいってこうかわいいってチョンチョンってやられるんやけどさ、これ思ったよりもギザギザしとってさチョンチョンされるたんびに皮膚に刺さる。まあ別にいいけど。あーかわいいチョンチョンって意外に刺さる。まあいいやけど一瞬やけど。ああ0点で終わったのか。チャンスを作るも得点ならず。さあ最後の回ですよ。9回裏、まあ野球は9回裏のツーアウトも何が起こるかがないですからね。抑えておくれ。ファイヤーパックですよ。頑張れ。最終回ですね。回だけに解放頑張れ。えパックンフラワーってよマリオの。眠たい。今日も5時に5時15分に起きて5時半に家を出た。社長宅だけ社長宅を出ました。昨日はラジオの収録だったのに。こんばんは。寝ます。明日も3時半に起きれるかな。スイカ食べた。いや食パン食キャン食パン加えて出てない。いえ寝ます。ちょっとお風呂に浸かりたいと思います。疲れがちょっと取れたらいいなと思って。明日はジップ見てね。今日も配信来てくれてありがとう。見てくれてありがとうみんな。配信来てくれてありがとう。いやちょっともうお風呂配信せんわ。ありがとう
短い配信でした。またまた見てね。おやすみ、バイバイ。あ、ランキング13位もっくん、12位サージカル、11位まきまき、10位メガネちゃん、9位のっしー、8位バオバブ、7位6位あ6位7位のっしー、あ9位ふたしー、で8位バオバブ、7位のっしー、6位ポッポよしまちゃん、4位5位ライトニング、4位エリアス、3位コニョ、2位スバル、1位はつか。ありがとうみんな、明日は頑張ってくるよ一日。またね、バイビー。